ちょカモンたんちょんやさいたんうるさいもう終わり終わりはい到着しました。タンチョウヅル自然公園でございます、うん、でもさタンチョウヅルでしょ。うんタンチョウヅル確か香港公園でも見れたような気するけどさ。夢のないことを言わない、うん、ホイヨンゴンユンで水族館、うん、美しい魚がたくさん見られる、うん、でもそれはそれで美しい、うん、だけど、うん、南の島へ行って、うん、ダイビングをする、はい、目の前に野生の魚がたくさん泳いでる、うん、どうですか。全然違うな。感動するでしょ。全然違うね。ここにいるのは、うん、野生のタンチョウヅル。野生のタンチョウヅルが見れるの。ここで見れる。行こう行こう行こう GO 急にそんなテンション変わるんだ、はい、カモンだ、うん、ちょあ見て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 、あいた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 ヅルいた。やっぱり綺麗。上品やね。上品だ ね上品だけどね。ヅルは、うん、怒ることがあるんだ。興奮したり怒ったりするときに、あの頭の赤いのあるじゃない。 あるあれが大きくなるよ。大きくなるの、うん、海面体になってる。海面体になってるんだ。海面体です。よく知ってるね。はい、あの冬にミキさんが教えてくれた。そうなんだ、うん、もうちょっとしたエキスパート、ね、ちょっと見てみて、うん、あのね鶴のほら足元にいるなんか茶色いもじゃもじゃの物体は何、なんか動いてるけど、なんか本当だ。 あれはね、アヒル。アヒル、うん、アヒルと鶴のファミリー、うん、なんかまあ友達っていうか仲良し、よくあるじゃないその。いやいやなわけないでしょ。ないの。知らないってはっきり言った方がいいよ、うん、知らない。そういう時はこういう時はどうする。あれでしょ、エキスパートでございます出たエキスパート。出た。なんかねちょっと気になるこちらの。あこちらの方はなんか事故が起きないように見張り中ですって書いてある。この方は今回エキスパートを務めていただく高島健二さんですね。なんで名前知ってんの。よろしくお願いします。なんで名前知ってんの。そのいきなり。いやいやいや、それは言えない。あ言えない。友達なんだ、はい、最初から。高島さん、はい、早速お聞きしたいんですけど、あの茶色いもじゃもじゃっとしたあの物体何ですかね。あれですね、あの今年生まれたタンチョウのヒナです。ヒナなんだ。タンチョウのヒナ。なんでね、ビビ。いつ頃ぐらいに生まれたんですか。6月の22日頃だと思いますね。6月22日どこかで産んで、はい、ここに連れてきたっていう感じですか。そうですね、あの奥の林の中で自分たちで巣を作って、うん、あの卵を産んで温めて、はい、帰った後こっちの広場の方に連れてきてます。ここがじゃあ家ってこと。そうですね、このケージ全体が彼らの家です。こういったヒナと一緒にその夫婦がいる状態、ファミリーの状態は、はい、あの湿原の奥の方でしか見られないって聞いてたんですけど、はい、なんでここでは見れるんですか。まずこのケージの中に人が入ってこないっていうのを彼らよく知ってますので、まあ、安心して連れてくるというのがありますね。であとは広場の中に、まあ、僕らちょっと草刈りするんですけれども、はい、そういった時いろんな種類の虫やあのミミズなんかが集まってくるんですよ。で餌が非常に拾いやすいと、そういうことで手前の方に出てきますね。いいですね。いいですね。至れり尽くせりの女王様と王様みたいな。ヤウダチュヤウダセチュンボミンファイですよ。でもじゃ あのいつ来てもここでは鶴が見られるということですか。そうですね、あの一年中いつでもご覧いただけます。優雅で美しいタンチョウヅルと可愛いヒナたちに出会った後は釧路市街地へ。釧路川とぬさまい橋を真っ赤に染めるこの夕日も釧路の象徴。リバーサイドにはレストランやお土産などのショップがぎっしり詰まったおしゃれな建物、フィッシャーマンズワーフ。日が暮れると街灯が反射して輝く水面、ロマンチックな夜の始まりです。続いてはフィッシャーマンズワーフに隣接しているこちらのお店でディナータイムです。わあ、ここだ。わあ、なんかかっこいい。釧路川のすぐ横やで。もうしかも、もう釧路港、釧路港も目の前。釧路川のすぐ隣。すぐ隣、もう分かりやすいね、住所いらないね。すごい雰囲気やん、これ。かっこいい。行こう行こう行こう、ゴーゴー。お、入ってきた佐藤さん、はいはい、あ、お久しぶりです。覚えてますか。リエさん、リエさん、覚えてます。はい、心配してました。もうここだって私ニュースで見たもん、はい、この辺りですね。はい、3月11日はい、はい、ちょっとね津波がね来ましてね、びっくりしましたね。だってあんまり釧路そんなに揺れなかったですよね、震度的にはそこまで。そんなに、うん、大したことはなかった。でもやっぱり大きな地震があったから影響で、うん、
津波、まさかね、あんな大きな津波が来るとはね、思わなかったです、はい、結構あのニュースで見た感じでは結構あの水位が上がってたんですよ、うん、だいたいね、腰くらい、腰くらいかな、この上がってきたのはね、だからこの辺あたりも結構いろいろと被害があって、お店のムーの中も被害があったんですけどね、泥がね、ひどくて、それはどうしたんですか、みんなで片付ける、もうみんなでもう水流してもう拭いて、もう今何か津波の跡とかは全然、もう全然ない、全然ない、はい、でこういうとことかこうピッてやってなんかちょっとここ汚れてるわよとか、はい、それ掃除のうち、あそれは掃除、それは関係ない、それは違うんだ、うん、今はすっかり元通りってことは、はい、観光客とかも気軽に来ちゃって全然大丈夫ですね、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫よ、はい、ところでここは何ですか、あここはね、うん、岸壁ロバタっていうところなんです、岸壁ロバタ、はい、これはね、あの期間限定の、場所なんですよ、へえ、年中やってるわけじゃない、年中やってるわけじゃない、何月から何日、あの、ね、5月から10月までやってる、5月から10月、はい、どういうふうにちょっとオーダーしたらいいんですかね、ちょっとシステムの方に、実はね、まずねチケットを買っていただくんですよ、チケットを買う、うん、うわなんか遊園地みたい、そうチケットを買う、お楽しいね、楽しい、え、どんな感じ、どんなチケット、はい、じゃあね中入ってね、今日は、ね、僕は当番なんでね、あ、当番、実は今日は当番なんで、それでこういった、ちょっと待ってね、はい、こういった、うん、1000円のこのチケットを買っていただいて、で、お店が4店舗あるのね、はい、で食べ物も飲み物も全てチケットで生産をするようなことになってます、うん、いいですね、大体1人ぐらい、大人1人がお腹いっぱいになる、うん、なろうと思ったらいくら分ぐらい買えばいいですか、大体ね、そうだな、3000円とかね、5000円とか、3000円、うん、僕、うん、ちなみにめっちゃ食べるんですよ、どれぐらい買ったらいいかな、じゃあもうこれいいんじゃない、これ全部、僕の今佐藤さんの手に持ってるのは全部これを買えば、これぐらい買えば十分ですよね、全然十分、ね、いいものもいっぱい食べられますよね、もういいもの食べられる、いいこれ大体どれぐらい、あこれ2万円分あります、あ2万円分わかりました、じゃあ2万円分いいの、あ、そこが払います、あ俺ちょ待ってやん、俺の10日分のギャラやって、これそれで研修期間やもん、どうぜー、研修期間やもん、 OKOK 大丈夫、はい、じゃあ、これで楽しみたいと思います、はい、はい、行きましょう、わこの焼きウニって何ですか、これは焼いて食べるんです、なるほど、焼いて食べるウニをそのまま、はい、その名のごとく、はい、珍しいね、あとどうしようかな、あなんかこの辺は結構が、街で見るこれ、あ油断、おー油断やこれ油断やな、飲料全然みたいじゃん、これこれお餅が入ってる、お餅だ、へー、あーそれはリンゴ、あとは何にしようかな、か海鮮、海鮮だよやっぱり、海鮮といえばやっぱりエビです ね、 エビだね、あとこのこのカニお願いします、カニ行こう、はい、うん、あ見て見てこれ、見てこれ、うん、あ可愛くない、面白い、もう白いのなんだろう、すみません、これは何です、すみません、何が外にお餅が巻いてます、ああ、はい、お餅が巻いてあるんだ、お餅、へえ面白い、なんかおしゃれだね、おぐるぐるに、はあ、じゃそんなこと言ったらダメでしょ、違うウインナ ー、 ウインナーだから、これも食べよう、食べるの、うん、嬉しい、ね、楽しいよね食べよう、うん、食べよう、これも新鮮な素材の味をそのまま楽しむ港町釧路ならではの贅沢、ロバタ焼き、ずらりと並ぶ北海道名産品から食べたいものを選んだら、あとはもう炭火で焼いて食べるだけです、うわージュージュー言ってる、ね、天道名、おー天道名、千年群众パンやよも天道、はい、ね、これぞロバタ焼きの醍醐味ですよ、ロバタ焼き、たまらん、ジュージュー、たまらん、でちょっとなんか顔がほてって熱いで、いい匂いがいっぱいしてきて、いいね、粒がいいですよって言われた、そうそうそう、あ焼いたら美味しい、なんか周りがカリカリしてる、うん、あんまり知らない食感、うん、美味しい、すごく焼いてるから、うん、すごく風味が豊かになる、うん、香ばしくて、うん、なんかギュッと詰まって、で内側は貝の柔らかさ、うん、外側は表面カリッと香ばしく、うまいわ、これも、うん、人生今まで18年ね、うん、生きてきたけど18年、こんなうまい粒がよ食べたことない、どっから18って出てきたの、ありがとうございます、うわうわすごいプリプリ、オッケー、何この厚み、うん、美味しいですか、
わあ。うん。もう塩味がピリッと効いて、はい、うん、海の味だよやっぱり。もうミネラルがギュッと濃縮されて。広がった？広がるよ。でしかも甘い。うん、甘いね、うん。甘みがある。あ、もうししゃも、ししゃも。ししゃも、くしろといえばね。もうくしろ。そう。はい。くしろが詰まってるししゃもに。わ、はい、なんかちょっと焦げてきてる。大変大変。あ、大丈夫だ。このぐらいが美味しいんだよ。カリッとしてね。はい、カリッとして美味しい。うん、いただきます。さっき、うん、説明してもらったけど、うん、お酢のししゃもだ。私もだよ。だから、うん、卵がないの。うん、で卵ない。お酢の方が美味しいんだって。うん、さっき言ってたけど。うん。うん、美味しいね。何が、うん、何が他のししゃもと違うんだろう。うん、なんか。お魚の味がしっかりしてる。そうそうそう、うん、でも臭みがないね。臭みない、うん、いやこれもね、うん、俺人生ね、うん、18年生きてるけど18はどこから出てきたんだ。人生の中でメイドカフェのメイドカフェ食べたししゃもで一番美味しいよ、うん、美味しい、うん、来週はこうやって窓に向かって座ってても釧路湿原は見えてこないの。ダメじゃん。どうする。でも全席指定席 15A って書いてある。ここ見たら20全然違うやん全然違うやん。ジャパネビ真夏の北海道道東ファンタジーアドベンチャー、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。釧路の代表的な動物は1番タンチョウズル、2番サル、3番パンダ。正解者の中から抽選で3名様に釧路産ホタテ貝柱をプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2011年7月31日午後17時。当選者は2011年8月7日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。